今回はですね、恋愛の女王道端ジェシカさんが逮捕されたことを受けですね、まあ転落人生と、その中でまあもともとちょっとおかしかったんじゃないかっていう行動3選を見ていきたいと思うんですが、まず1つ目はですね、アマゾンに生息するカエルの毒を体に入れることによって強烈なデトックス反応を起こすカンボ治療を最近SNS で発信していたと。で、2つ目がですね、妹の道端アンジェリカさんが2019年に恐喝でですね、書類送検されていたと。で、3つ目、今日週刊誌の記事になっているんですが、10年以上前からですね、青山のクラブを中心に、まあ、かなり派手な遊び、まあ、プラスそこでもうドラッグを使ってクラブで楽しんでいたんじゃないか、音楽やったり性行為を楽しんでいたんじゃないかっていう記事がもう出ています。道端ジェシカさんのヤバすぎる行動3選を紹介させていただきました。